こんにちは、即価塾のコブです。まあ、暗号通貨市場で代表格といえばビットコインなんですけども、現在ビットコインの価格、えー、本日2022年6月21日の時点で273万円前後ということになっております。一時期の700万円からすると、ものすごい暴落と言えますよね。えー、ただここでですね、えー、ドル円のこうチャートを見てみると、ドル円の比較でですね、今、 1 135ドルが円前後になってますねこちらの円安の方も実は10年前の水準というふうに言われてますつまり10年で同じ価格に戻ったってことなんですよねその間いろいろありましたけどもねさらにもう10年巻き戻してみるとこのドル円って77円時代っていうのがあったわけですよいやーなんか恐ろしいですねその円高っていうのはねはいそこでですねビットコインの方に目を移してみますちょっとした資料を見てみますと2019年ですね 2019年ビットコインの価格いくらだったんでしょうか今から3年前です1月1日に1ビットコインが40万でしたいかがでしょうか2019年といえばほんとつい最近ですけども40万円くらいだったんですよねそしてその年の終わりには76万になりまして倍とはいかないんですけども倍近くなったかなっていうのがまあ記憶にもね新しくはないんじゃないかなと思いますついついビットコインって500万円前後でしょどのくらい上がるの ?1000 万くらいですか っていう印象ばかり強いんですけども、実は3年前、まだね、こんな40万とか、高くても76万という水準だったんですよ。そしてもうちょっと時系列を移してみましょう。2020年です。2020年の1月1日なんですが、76万で始まったビットコイン。2018年1月以来となる200万円台を記録するのがこの年なんですよ。2月から3月にかけて200万円台回復して、お、ビットコイン勢いいいね。 と思ったところ、5月にはイーロン・マスクさんの、まあ、例のね、ツイッター発言と行動により500万円を超えまして、その勢いのまま、700万に達したっていうところなんですよね。まあ、ですんでね、2020年、まだね、300万円って出てなかったんですよ。そう考えると、今、ビットコインが2年前の水準に戻ったのかな、ぐらいの感覚。まあ、2年前、昨年、うん、そうですね、だから、 1>, 1年前2年前ぐらいに仕込んだ人が利益確定をしたその結果が現在の価格って言えるんじゃないかなと思うんですよでこれからのことなんですけどもここまで値段が下がればやっぱり同じ水準で買う人って出てくるんですよね、まあ、私はもうちょっと値段が落ちるんじゃないかなと思いますけども200万円を切るようなことっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますもし200万円を切ったとしたら正確にはね、まあ、あの2000ドルって200万,万ドルか2万ドルって言われますけども そうなった時にはおそらくですね大量の買いがやっぱり同じところで買った方からの仕込みが入るんじゃないかなと思いますんでまあ急騰してね300万一気に突破するような流れが出てくるのはその辺りじゃないかなというふうに感じてますねまあこれはね必ずしも FX のテクニカルがビットコインに当てはまるかっていうとねなかなか難しいところなんですけどもまあそうでなまければねなかなか根拠が立てられませんのでふわっと考えてるところなんですよね。 だから FX のテクニカルほど当てになりませんがなんとなくビットコインをずっと2014年から見てきた私の感覚だとそれがいつの時期なのか分かりませんけどもビットコインは反発するとしたらそうですね2 0 0 6 0万あたりなのかなと思いますね、うん、やっぱりね2万ドルの水準というのが一つの分水例だと思うんですよそして昨今のドル円の動きそう考えたら こののぐららいいい価格にななななるんじゃないかなと思いながら見てますけどね実際に私がビットコインを追加で買いますことはありませんけども、うん、やっぱりこれからビットコインのことを考えてらっしゃる方はね300万円を超えるまでにえそしてそうですね250万円を割らないうちにっていうところなのかなと思いますけども皆さんいかがお感じでしょうか、えー、今回私からねこのぐらいしか言えませんかねはいじゃあ失礼します